私この間あの雨上がりさんが解散する、うん、あのアメトークの番組見させていただきました、はい、アベマの、はい、ありがとうございます、はい、あれどうなんですかどうなんですかっていう、どうなんですか。まあそうね、あの2年ぶりのあの場所、もちろんあのアメバ TV ではあったけど、セットはもう完全なアメトーク、スタッフもアメトークのスタッフ、もちろんもちろん全部あの本当のアメトークと同じ状態で、ゲストの方々もよく絡んでた人たちが出てくれてて、まず2人でね、あのこういつものようにこう2人でこう登場するとこが始まって、あの時にリハーサルをするしないっていう話になったんですよ。登場してこんな感じっていうので、まあ、基本的にテレビは大体リハーサルするやん、うん、でもリハーサルなしで行こうってなったのよ、うん、もう本当に2年ぶりに会うスタッフの人たちやし、あの場所やし、逆にそっちの方が新鮮なんじゃないかっていう話になってリハーサルをしなかったんですよ、うん、そしたらこの裏でさ、こう待ってて、お父さんが迎えたんって、うん、で、登場、もうその自然に登場ってなった時に、うん、頭真っ白になってしまって、でバッて言ったら、あのずっと撮ってくれてる辻カメラマンとかも、あのもう顔知ってる、もうメンバー変わらずさ、2年ぶりに会うスタッフを見た瞬間にも頭真っ白になってしまって、結局俺自分でオンエア見るまで何を喋ったか全く覚えてない。オープニングで喋ったことはもうまるまる覚えてなくて、もう真っ白い。その2年やっぱりブランクがというのか、緊張なんですか。やっぱ緊張もあるし、2年ぶりに会う家族みたいな思ってるスタッフとかがもう何人かもう登場だけで泣いてしまってる人もおって、本当は言わないといけない感謝とか謝罪とかも何全部飛んで、なんかもう昔からあの相方とやってるノリみたいなものを無意識にやってしまう。あれは自分で見てひどかった。はい、あ、もう完全に慣れてるの。